明治時代の日本人、あらゆる分野で多くの学者が欧米に渡り、技術や学問を必死に学んでいた。そのうちの一人に古市光偉という人物がいる。古市は帝国大学工科大学初代学長であり、内務省土木局のトップとして全国の河川治水港湾の修築を行い、近代日本土木行政の骨格を作った人物である。古市の逸話に、自分が一日休むと日本が一日遅れるという話が残っている。このような人物が留学した日本人の中に多かったと思われる。そうでなければあれほど早い日本の近代化を説明できない。世界に誇る日本になったのも彼らがいたからだった。他にも医学界では北里柴三郎が世界で初めてテスト菌を発見し、高峰常吉も世界で初めてアドレナリンの結晶抽出に成功している。いずれも世界的な大発見であり、人類への貢献度も計り知れないだろう。そして彼らの幼少期には義務教育制度がなかったと考えると、その勤勉さや凄まじい努力に圧倒されるほかない。